Let's solve the listening test. Number 1. A matter no kyo fu wow no li koi te ke ta. レベル1ですね。あれ?レベル1って確か消化イベントが。Number 2. A matter no si wow no li koi te ke ta.Number 3. Sun Hanky Khan no Gen Kai ni challenge more shit ta. A 30分登った結果、上にもたどり着けず、落下もできなくなりました。A、よって検証どころではないそうなので次行きましょう。Number 4. So si teisho li wao tu kami ta tar. Number 5. Sen zitsu o sao ro si ho kak wao yi tar dai tar. みなさんこんにちは。ゆっくり悟りと、地獄確定で泣きわめいているゆっくりおりんなのだです。てなわけでですね、今回は、エスケープ・ザ・バックルームズをやっていきましょう。そうです、そうです。そうなんです。一度クリアしたゲームなんです。なんと今回凄まじい大型アップデートが来たんです。そういえばオープニングでも言ってたわね。新しいレベルが追加された。とかなんとか。それだけじゃなく全てのレベルに修正が入ったみたいなんです。なので今回はレベル0からがっつりやっていきます。さて今回も解説実況になりますので当然解説していくわけですが、情報はファンダム様のものを簡潔にお伝えしていきます。そういえばこのハブって何なんですかね。各レベルを探索してタイムを更新しろみたいなことが書いてありますが。ま、今は更新されていないみたいだしとりあえず始めるわよ。さてさて安心と安全のシングルプレイでやっていきますよ。涙拭いてもいいのよ。やかましいですよ。今回名前決めれるんですね。まあここは安心と安全の。で行きましょう。ではザ・バックルームズの世界へレッツゴー。レベル0に一般調査隊員さんが降り立ちましたね。というわけで今いるのは、ザ・バックルームズを見聞きしたことがあるのであれば一度は見たことがあるであろう空間、レベル0、ザ・ロビー、です。ザ・バックルームズのレベルには、サバイバル難易度、と呼ばれるものが割り振られています。このクラスが高ければ高いほど、該当のレベルが危険であるという指標になっています。他にも、不明または未定の場合、に割り振られる、アンデターミント、や、人間の生存など念頭に置かれていない場合、に割り振られる、デッドゾーン、精神ハザードが発生している時に割り振られる、負債、などいろいろな種類があります。あと押さえておくといいのは、エンティティ、ですね。こいつらはザ・バックルームズ側の住人です。いわゆる化け物ですね。エスケープでは戦うという選択肢がないので快適した場合逃げることになるでしょう。本家ファンダムやウィキドットの記事にはエンティティとがっつり戦っている描写があったりもします。レベル0についてですが、簡単に特徴をまとめておきました。なんといっても、擦り切れた単色の黄色の壁紙、古くて湿ったカーペット、うるせい蛍光灯はレベル0を語る上で外せない要素ですね。そしてこのエスケープザ・バックルームズは特に再現度が高くて私は大好きです。ハウラーちゃんがいなければですがね。ああ、そういえばそんな子がいたわね。ハウラーちゃんって誰やねん。って方はぜひ概要欄の動画を見てみてくだせい。めっちゃ怖いです。てなわけでかれこれ3分くらい彷徨っているわけですが。あれ?確かアップデート前ははしごが掛かった穴を探せばよかったんですが、ハウラーちゃんもいないし、穴も見つかってないわね。もうちょい探索してみましょう。おや、なんでしょうあれ。ははん。どうやらハウラーちゃんにはしごを壊されちゃってるっぽいですね。直さなきゃいけないみたいです。何かないかな、何かないかな、お、悟り様、扉です。あら、ようやく先に進めるのかしら?え?まさか鍵がかかってるなんて。ま、気長に調べましょう。まだ始まったばっかりよ。なんかノック聞こえるし、ハウラーちゃんにも煽られてるんじゃないでしょうね。はは、もしそうだったら面白いわね。はぁ?てなわけで2周目です。あれはずるいでしょう。心臓が止まるかと思ったわよ。無音角巻きは犯罪級の恐ろしさなのでやめてもろて。え?わぁ!逃げなさい逃げなさい。
2回目とも悩まれたもんですよ。さっと幕にでちょっと待っててください。ふ、順調です。ていうか全然負けないんですけど。わあ、そのスローはダメよ。え、あ、黒コーチやん。いや、落ち着いてください。この橋は使ってうまくかわせば。ああ、壊れた橋を見つけた。これで脱出ね。さっさと直しちゃいましょう。よしよし、これで脱出ですね。はい、鍵だー。まだレベル0ですやん。あ、ここは穴の部屋ですね。あら、本当ね。落ちないように気をつけなさいよ。へ、なんか見舞いが。どうしたのかしら。わかりませんが、どうやら不思議な力が働いているようです。うん、どうするの。任せてください。夜は落ちなきゃ。せめて一つ目の四角くらい突破しなさいよ。およ、でも死ななかったですよ。ここ、穴の下よね。そうみたいです。とりあえず少しさまよいましょう。ハウラーちゃんに気をつけてね。いざなわれてますね。いざなわれてるわね。どうあがいても何もねえので、この矢印通りに進んでいきますね。おや、おやおやおや、これは新しい通路の予感。ようやく先に進めるわね。さあ行きましょう。うん、でもレベル1じゃないっぽい。え、なんなんでしょうこのレベル。レベル0じゃないのは確かよね。冷蔵庫とか置いてありますし。多分違うとは思いますが、情報が少ないですね。もうちょい探索してみましょう。次はあそこの黒いところ行ってみましょう。何かあるかな。ふむ、先に進めてるのかしら。少し進んでればどこかに出るでしょう。あの、振り返ってもらっていい？いいですけど。いやー、壁に向かって全力疾走をかます一般調査隊員さん。これはこれでありでしょう。なしよ。おお、ついにレベル1にやってまいりましたね。さて、今いるのは、レベル1、ハビタブルゾーン、です。サバイバル難易度のクラスは1、環境は安全で、塩基地が少しいます。そして本家記事にはこんなエレベーターは存在しません。なんでしょうこのキーは。レベル1は、コンクリートの床と壁、剥き出しの鉄筋などを備えた巨大な倉庫です。消灯イベントが発生し、明かりが消えると塩基地が襲ってきます。ちょっと待って、これアーモンドウォーターじゃないの？あ、ゲットできた。アーモンドウォーターはザ・バックルームズ内のいろいろなところで手に入る液体ですね。栄養価が高く、スタミナや精神汚染の回復などの効果もあります。ちょっと待って、インベントリどこ？ありました。なんでしょうこの脳みそは。うん。ひょっとすると今後気をつけなきゃいけない場面が来るんじゃないかしら。とりあえず今はアーモンドウォーター片手にレベル1の探索ですね。エレベーターの暗号の謎を解かねば。何もねえ。ここは、駐車場？車が止まってますね。怪しいわねえ。すごい。車内までしっかり表現されてます。めぼしいものはなかった。ホラゲのマストアイテム来たこれ。今回はフラッシュライトはアイテムなのね。自由に使えるようでよかったわ。よしよし。おお、すごい。オンオフも可能なんですね。次の部屋は、何もねえ。入力パネルにヒントがないか探しに来ました。赤、緑、青、黄色。よく見ると数字と記号も書いてあるわね。さてさて、これのヒントを探しに行きましょう。やっぱり怪しいのはカラフルな車ですよ。そうねえ。ここにヒントがなかったらどうしようもないわよ。ちょっと詳しく観察しますね。母わかんねえです。は？うん、そういえばあの髪はなんじゃろな。ははははは。私は一人なのでこういった入れ替わり延期では効果ないんですよ。効果？ないんですよ。効果？なんで注意喚起の髪で悲しくなってんのよ。わからねえですねえ。入力パネルはどんな入力するのか見てみましょう。なるほど。横一列、合計4個正しいものを押せば開くのね。4個。わかっちゃいました。あら、貸せてもらおうかしら。簡単です。車の色の順番です。入り口側から、緑、赤、青、赤の順番で押せばいいんじゃね？ってわけです。でもパネルには数値も書いてあったわよ。そんな単純な方法で開くとは思う。イージーですね。イージーですね。
さあ次のレベルです。いやまだレベル1やんけ。皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと大改造にびっくりしているゆっくりおりんなのだです。てなわけで引き続きレベル1の探索を行っていきましょう。前回ゲットしたアーモンドウォーターの解説を一般調査隊員さんが説明してくれていますので下に貼っております。多分あれよね、インベントリの脳みそと関係があるのよね。ですね。ページが減ってきたらアーモンドウォーターを飲めばいいんでしょうね。ああ、それとパート1の謎の部屋ですが、コメントありがとうございます。どうやらレベル231のようですね。実際に記事を覗いてみたところ、確かに特徴が一致しました。これで謎解決です。さて、というわけで引き続き巨大倉庫というか立体駐車場ですね、の探索をしていきましょう。そういえばレベル1以降エンティティに合ってないわね。レベル1にはいの、わー、ほらほらほら、フラグ立てるようなこと言うからなんかいますよ。なんなんでしょう。フェイスリング、悪かったわね。あんな白いエンティティは知らないわよ。二足歩行型、ちょっと近づいてみましょうよ。やめときなさい、あなたいつもそれでひどい目に遭ってるでしょう。ふ、なあ、何者影からチラッと覗くだけですよ。一般調査隊員さんだって怖がってますし。わかったわかった。わー、作敵範囲バカ広いんですけど。そりゃ敵がこっち見てるのにあんなに体出せば誰だって気づくわよ。とりあえずどうしましょう。今のあなたに走って逃げる以外の選択肢はないでしょう。じゃあ、近い。ねえ、だんだんと音近づいてきてない？気のせい。じゃなーい。アンチ。アンチはどこなんですかー。目の前、あの扉入ってドア閉めたらどう？いやいやいや、あいつそこまで機能低くないでしょう。もうおしまいだー。ポチ。じゃあ、何してんのよあなたは。さっさと消しなさい。怖い。ははは、楽勝だ。どっか行きました？よし、見てきなさい。この部屋には何もなかったので、どうやら外に出るしかないようです。よし、行きますよ。ふ、もう怖くないわ。よく言いますよ。じゃあ先頭どうぞ。今回は譲ってあげるわ。そーっと。いないわね。しっかり見たわね。大丈夫そうです。では探索再開ですね。まさかあんなのがうろついてるなんて。はぁ、できればもう会いたくないわ。まったくですよ。ところで悟り様。何よ。私たち、ここで何をすればいいんです？確かに。おや、鍵ですかね。あら、本当ね。あれからよくわからんエンティティにも会わず、駐車場エリアを探索してたら見つけちゃいました。この調子でじゃんじゃん進んじゃいましょう。本音見えてますよ。あ、また鍵だ。複数本落ちてるなんて。この先長いってことじゃないわよね。そういえば脳みそゲージいい感じに減ってますね。もうちょいしたらアーモンドウォーター決めましょうか。さあ次に。なんなんです、あのドアトラップ。はぁ、追ってきてないですよね。確認できないわ。イージーだったわね。イージーですね。さっさとドア閉めなさい。おや、逃げ込んだ部屋が偶然ギミックで嫌だったっぽいですね。あ、さっき集めてた鍵を使うのね。あれ開かない？あ、他にも鍵がいるんですね。ちょっと待ちなさい。私たち2本しか持ってないわよ。他のキーは？探すっきゃないですね。はぁ、長い戦いになりそうね。あ、1本あった。は？あ、2本目あった。は？本じゃ突っ込んでいきましょう。合計で4本も鍵がいるなんて、この先には何があるのかしらね。わかりませんが大切なものなんでしょうね。ていうか鍵4本ってマルチプレイしてる人用のギミックなんじゃない？ははは、まあ鍵は4つでもソロで簡単に開くギミックになっているでしょうから心配はいりませんよ。まずは鍵をひねりまして、いざオープン。ははは、ちょっと待ってくださいね。あー、誰か助けてくれー。こんな暴挙が許されていいんですか。4人で、せーのってやるギミックなんて聞いてないですよ。はぁ、開いたー。お疲れ様。よく頑張ったわね。はぁ、やっと先に進めます。うん、ここは、レベル2？チラッとパイプなんかは見えてたわね。先に進めたのかしらね。あら？でも抱えに行けるようになってるみたいです。また新しいレベルなんでしょうか。これだけじゃちょっとヒントが少ないわね。もう少し進んでみてちょうだい。OK なんですが、暗くて不気味な場所ですね。ここであいつが出てきたら、よからぬことを考えるのはやめなさい。うん、階段像もありっぽいですよ。わお、アイテムがいっぱいね。
次に備えろってこと？しゃあ、アイテム取ったので次へレッツゴー。まだレベル1なんかしかも上より暗いし。え？ここレベル1で合ってますよね？実は違うレベルだったなんてことはないですよね？確かにレベル1でいいはずよ。とりあえず今は探索ね。ちょっと待って、何この部屋は？めっちゃ狭い部屋だったわね。外れ部屋ってこと？いくらなんでも暗すぎません。だいぶうろうろしていたようだけど、何か進展はあった？いえ、なんにもないです。電気にも合ってないですね。およ、この扉ロックがかかってますよ。ふむ、どこかに鍵が落ちてるのかしらね。仮にそうだったとするなら厄介ですね。暗すぎて見つけるのに苦労しそうです。あれ、一周しちゃった。どこか見逃してるんじゃない？もう少し詳しく探索しなさいな。あやいさ。どうやらルプ主は疲れているようです。ちょっと待って、ちょっと待って、何かすごく大切なものをスルーしましたよね。見なかったことにしたのかってくらい華麗にスルーしたわね。まさかさらに加害があったとは。いくら上を探しても見つからないわけですよ。ま、やることは変わらないんでサクサクいきますかね。待って、やっぱり何もないんですけど。いくら鉛筆でもやっていいことと悪いことがあるんですよ。もう本当に心臓が。残念ながら出口がまだ見つからんのですよ。このドアはどうじゃろな。お、これはようやく先に進めるようです。さあ次のレベルへレッツゴーね。ポチッとな。お、ここは地下下水道。明るいのって安心するわ。うん、ちょっと待ってください。あのマークって、あら、これザ・バックルームズのロゴじゃない。え、この先すごく気になるんですけど、通るにはセキュリティの無効化が必要らしいです。どこかでアイテムでも集めるんですかね。そしてこの警告文は、今後出てくるんでしょうね。さて、あと調べられそうなのは、この非常口ですかね。赤くはないから近づいても問題なさそうね。ちょっと開く前にこの空間調べてきます。特に何もなかったのでドアの先進んでいきましょう。え、ここはまさか。ハブだ。皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、アンチに来てテンションバカ上がりのゆっくりおりんなのだです。てなわけで前回はレベル1を抜けまして、このトンネル、ザ・ハブ、にやってまいりました。ザ・ハブのサバイバル難易度のクラスは0です。環境は安全で、鉛筆は存在しません。ザ・ハブは無限に相互接続されたトンネルで構成された広大な地下複合体です。等間隔にドアが並んでおり、ドアはその先にあるレベルの特徴を有しています。ただし、レベル11以外のドアは、レベルキー、という特別なオブジェクトがないと開きません。また、一度解錠されても後続の人が入ろうとすると施錠されます。お、ここレベル4に行けるんですかね。次はみんな大好きレベル37。で、レベル94。いや、ウィキドット版なら超王道なんですが、ファンダム版のレベル94なかなかにすごいレベルなんですよね。そして一個ぶっ飛ばしたドアにはレベル7とありましたね。それ以降のドアには何も書いてないですね。ふむ。ハブに書かれたレベルに行くことになるのかしらね。まだなんとも言えねえですね。とりあえずもうちょい探索してみましょう。おや？また非常口マークの書かれた扉ですね。調べてみましょう。トンネル。ぽいけれど、雰囲気が変わったわね。待って待って待って、悟り様、ドアに書かれてるのって。MEG、じゃあここ MEG の施設ってことなの。おそらくそうでしょう。MEG こと、メジャーエクスプローラーグループ、ザ・バックルームズに存在する人間の大規模組織です。ザ・ファーストによって設立され、インプレサリオと呼ばれる支配者たちのもとで、大勢の構成員が動いています。とまあそんな大規模組織のアジトに潜入してやろうじゃないかということで現在ドアのギミックとにらめっこしています。うん？これは、何をすればいいのかしら。それがわからないんですよね。試行錯誤なう。母は関連です。は？ちょっと周り見てきます。ようやくわかりました。聞かせてもらおうかしら。簡単です。青枠の中と同じ文字列のものを赤列の中から探せばいいんです。今回の場合は丸3の白い四角の中にある文字列と同じなのでこれを選択しましょう。同じ要領で他の2つから同じやつを探していけば GG ですね。よっしゃ来たこれ、早速職員の方に挨拶でもしましょうか。これは誰もおらんわー。
なんで？ハブの基地を放棄するような事態って何？キーマスターに喧嘩でも売ったんですか？まあまあ落ち着きなさいな。にしても暗いわね。何かないの？どうやら電源が落ちてるみたいなので復旧させます。オーケー。メガー。おお、レベルレイだ。ここで何かしらの実験をしてたんですかね。中身ケーブルも落ちてるしそうっぽいわね。およよ、PC 触れるみたいですよ。ただパスワードがかかってるわね。そりゃそうでしょうね。天下の MEG が実験で使ってた PC ですよ。そんな簡単にパスワードが落っこちてるわけないじゃないですか。思いっきりパスワードのメモが放置されてるんですが。いいんですか？ソーシャルエンジニアリングですよこれ。暗号かもしれないわよ。試しに打ってみて違ったら暗号解読ね。いけた。あらまあ、2個のファイル、1個のエグゼファイル、謎の2進数ファイル、1個ずつ見ていきますか。ああ、レベル番号ファイルにはレベルの情報が。ガレージファイルにはレベル1の情報が載ってますね。date.exe ですか？どっかのキーですかね。そういえばハブに入ってきたところにロック解除が必要なゲートあったわね。よし早速ランしましょう。よしよし解除できたみたいですね。でも何か変化あった？周りで音もしませんでしたし、特に何も変化ないですね。もしかして4つの PC で同じことすればいいんですかね。マルチだったら作業は1回ね。泣きますよ。よしよしやりましたよ。じゃあ早速ゲートに戻りましょうか。てなわけでロックされてたドアに来ました。画面がザ・バックルームズのロゴになってるわね。ガチャッとな。おーすごい、ドアが開きましたよ。なんてー。あーあ、めちゃくちゃ焦ってて笑う。誰だって目の前でドア閉じ始めたら焦りますからね。っていうかなぜか電気消えたんですけど。ああれ、このギミックってアップで前のレベル1じゃないですか？うん。ってことは暗闇の中にいたら、あレベル1セカンドシーズン。ただですね、残念ながらこれは知ってるギミックなわけですよ。何をすればいいか分かってるってことはもうクリアしたも同然なわけです。なんで全力で逃げ帰ろうとしてんのよ。このゲーム死ぬとアイテムロストするんですよ。さっきのデスでフラッシュライトを失ったんです。ちょっと探してきます。そんなものはなかった。ま、攻略は知ってるんで今後どこかで手に入ると信じていざいかん。消灯までの時間はバラバラみたいですね。今回はかなり長かったです。お、アーモンドウォーターだ。もらっておきます。次明るくなったら次のゾーン行きましょう。お、集まってる集まってる。あんまり顔出すと危ないわよ。なーに平気平気。はぁ、あ、何をしてるのよ。なめくダメ絶対。てなわけで現在2個目のゾーンで待機中です。さあ、3個目レッツゴー。あらららららちょっと短くねえですかい。はぁ、あ、もうちょいなんだー。いいです。せいやー、じゃあさっき見た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 。あーふ、なるほど。作者さん、正解は右ではなく左に行くだったんですね。いやー、すっかり騙されました。3個目ふ、いいですね。はぁ、長かったー。この3個目のアンチに次への道があるのよね。そうなんです。アプデ前と同じなら目の前の扉です。ではレッツゴー。待って、なんで？なんで？システムにも嫌われてるんですかね？ここじゃないならどこなんだよー。ここじゃねえかよー。なんだかよくわかりませんがレベル2に来れたんでもういいってことで。何？ステーションかファン。前回の惨劇を思い出すんだ。そうだレベル3になんて言っても地獄を見るだけだぞ。いや違う。いいのか？ザ・バックルームズを解説してきたものが。それではダメだ。バカにだな。ファンを目指しましょう。やめときなさいよ。嫌です。おや？おやおやおや？フラッシュライトくんと感動の再会。あ？この先に待っているものを考えると名前が。はい？何か出てる？下がっていった？フラッシュライトフラッシュライト。6回セカンドシーズン。あなたも本当に懲りないとね。さてさて、どんな仕事をしているんですかね。もっと、もっと楽しさん、さっさと引き返した方がいいですよ。うわはぁ、あ、というわけで今いるのはレベル2、パイプドリームズ、です。サバイバル難易度のクラスは2、環境は安全ではなく、ほんの少し延期違います。レベル2の特徴は壁と天井を覆う蒸気パイプ、長い廊下ですね。このパイプくんは大変熱く、そのせいでレベル2は常に高温です。あと、
このレベルは時間が経てば経つほどパイプの密度が高くなります。なので一定時間内に脱出できなかった場合、生きたまま調理されます。さて、先ほどのところまで行きましょうか。来ましたね。今回は画面を抽出してるんで前回のようにはいかないでしょう。さっきの成功から加えた。この野郎人を油断させるプロフェッショナルですね。何してるの？ねえ、この先に通路があるかどうか調べてます。がなかったっぽいのでステーションの方行きましょう。ああ残念だな。ファン行かなくてよかった。さて反対側に来ました。雰囲気はファン方面と一緒ね。じゃあ進んでいきましょう。暗いわね。常に周囲を警戒しときなさいよ。ふ、ご安心を。常に警戒してます。常に警戒してます。わー、心臓が、もう本当に、あれ待って、これ後で前にもありませんでした。まあ、ホラゲのマストアイテムだ。はぁ、すっかり忘れてたわ。とりあえず上位は去りました。先に進みましょう。そうね。まだ何もないですね。暗い廊下がどこまでも。うん、この音は、またお前かー。走りなさーい。どこに？知らないわよ。どうするだわーい。あ、道見つけた。うわー。なんです？ここ、ステーション、だったわよね。とにかく進みますよ。そうね、警戒はしときなさい。あ、ドアだ。あら、鍵がかかってるのね。そうみたいですね。お、壁に何かありますよ。何かしらこれ。制御盤。イースト、ウエスト、ジェネレーションハイボルテージ、計9つの仕掛けを解くみたいです。待って、なんか開いた。行きますか。行きましょう。皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、勝手に開いたドアにビビり散らしているゆっくりおりんなのだです。てなわけで今回はステーションこと、レベル3エレクトリカルステーション、を進んでいくわけですが、前回の動画ですが、たくさんのコメントありがとうございました。みんなで一緒に進んでいこうぜ。というわけで、レベル3、電気ステーション、のサバイバル難易度のクラスは3です。環境は安全ではなく、エンティテは中程度存在しています。レベル3は電気機械が点在するレンガ作りの廊下が広がっているレベルです。壁や天井には、配管が張り巡らされています。パイプの大きさも内容物も様々で、空のものもあれば、水やアーモンドウォーターで満たされているものもあります。てなわけでレベル3のどこかにあるであろう9つのギミックを探していきましょうかね。さてと、気になるのはエンティテよね。このレベルにもいるのよね。ただ何がいるのかはわかりません。ま、なんとかなるでしょう。それでなんとかなった試しある？探索してたら怪しいボックス見つけました。何これ？ブレーカーボックス？わかりませんがとりあえずオンにしときましょう。お、緑になった。どうやらやることは合ってるっぽいですよ。同じことはあと8個ね。じゃんじゃん行くぞ。2個目。コンクリート。3個目。コンクリート。さーて何かないかな。およ、悟り様、新しい通路ですよ。あら本当ね。あなたかれこれ30分くらい彷徨ってたけれど、結局エンティテはいたの？いえ何にもいないです。引き続きギミック解除に勤しもうと思います。了解したわ。変化があったら呼んでちょうだい。はい、失礼します。ガチャ忘れずにクリアリングして。4個目。コンクリート。いい感じですよ。サクサクですよ。さて次のギミック探しに行きましょうか。ていうかこのレベル人間が生活してる痕跡があるんですよね。え、そうなの？何の音？にしても不気味な容姿だったわね。できればもう会いたくないわ。そうですね。ただ暗すぎるんで索敵がばりそうです。フラッシュライトで照らしてないとマジで何も見えないです。5個目のギミック来た。さあ次ですよ。暗すぎね。さて特に何事もなく真相に進んでおります。わー、野生のハウンドちゃんだ。がっつり照らしてるけれど気づいてないっぽいわね。とりあえず近づいて追っ払いましょうか。
よし。とりあえず近くの木の裏に来ましたよ。気をつけてね。大丈夫です。なんだって隠密行動なんですから。あの、すごい飛行が。うん、どうしたのよ。ハウンドちゃんが消えました。ハウンドちゃんが消えました。ちょっと、ゴキブリも幽霊も見失った時が一番怖いのよ。暗すぎて先が見えねえ上にハウンドちゃん無音だからわからないんですよ。試合、バーすぐ後ろまで進んじゃないの。そんなこと言わないのに。社会人になってホラゲで更新する日が来るなんて思いませんでしたよ。コンクリート。この、よくもやってくれましたね。フラッシュライトがあれば無敵です。ですね。お、次のギミック見つけましたね。同じ場所に2つともあるし、ラッキー。さて、問題はこの部屋にハウンドちゃんがいるかどうかです。突然襲われたら心臓が止まりかねません。何を当たり前のように徘徊してやがるですか。なんか遠いし配線いじっちゃいましょう。それで、ハウンドちゃんはどこに。わかりません。消え。俺の勝ち。なんで負けたか明日までに考えといてください。すぐ調子に乗る。さて、これでイーストウエストは完了ですね。あと3つか。最後のゾーンが解放されているので早速向かいますよ。てなわけで探索していきますね。せいやどや、二度と現れるんじゃねえですよ。さてさて、ハウンドちゃんに気をつけつつ順調に深淵に向かって。は？は？何？私何されたんです？あ、ビリビリしてる。はぁ、所詮の日。まったく油断も隙もあやしない。お顔見えた。だからドア巻きとか角巻きはですね、犯罪中の恐ろしさなのでご遠慮はやめていただきたく思っております。二度と現れるんじゃねえですよ。あら、あの子消えないのね。さっさと調べてさっさと出ましょう。そうですね。あの、ハウンドちゃんの足元にあるのって人間の死体袋じゃないですか？確かに、中身あるな。おりん、待って帰っていいですか？ダメよ。てなわけでハウンドちゃんにさよならバイバイしてもらったので次行きましょうか。ここにはこれ以上何もねえです。こっちは来たの？いえ、初見です。ギミック来た。
同士の向こう側なのでは。ああ、確かに。何かあった？何にもないです。え？おお。ラストのギミックがないんですけど。うわ、え、なに、やばいやばい、正気度が限界を迎えようとしてますよ。アーモンドウォーターは一つ。これ持つのかしらね。捨てちゃった、おバカ。さて、アーモンドウォーター決めましょう。アーモンドウォーターって美味しいのかしらね。さあ、公式の説明を読むと美味しそうではありましたけれども、それとしっかり正気度回復できましたね。てなわけで引き続きギミック探していきましょう。雷？ってことはまさか、レベル4だ。みなさんこんにちは。ゆっくり悟りと、アンチ大歓迎なゆっくりおりんなのだです。てなわけで前回は絶望のレベル3を抜けましてレベル4に到達したわけですが、ここ、アンチなんですよねー。うるさいわよ。何がです？顔、泣きますよ。てなわけで現在私たちがいるのは、レベル4、アバンドンドオフィス、ですね。サバイバル難易度のクラスはハビタブル。環境は安全でインチキは存在しません。ハビタブルが割り当てられているレベルは安全であり、人間が居住可能なことを意味します。レベル4は近代的なオフィスビルに似た建築を備えた、広大な空間です。本家記事によると、ロビーには一般的にオフィスに置いてある家具がなく、各部屋に椅子やテーブルなどが配置されています。そしてこのレベルの大きな特徴が、四季、です。時期によって、春、夏、秋、冬、が存在します。うつむしがめっちゃ気に入っているレベルでもありますね。てなわけで探索していきましょうかね。おっと、ちょっと広い部屋に出ましたね。え、ちょっと待って、あの自販機椅子とテーブル売ってるの？へえ、バックルームズでは自販機で家具が買えるんですね。んなわけないでしょう。10番まで種類あるみたいですよ。これ、もしかしてギミック？おそらくそうでしょうね。多分自販機に書かれている家具と同じものがレベル4に何個あるか数えるんじゃないですかね。ほんでもって正しい個数を入力するとここが開くと。なるほどねー。じゃあ早速数えてきましょうか。さてあれから10分ちょいで全部屋回ってきました。早速入力してみましょう。まずはウォーターサーバーが5個、ほんの束が9個、長テーブルが7個、パイプ椅子が7個。ふ、イージーですね。なんてどういうことですか。何回数えても合ってるはずなのに部屋のドアが開かねえんです。もしかしてだけれど、この部屋の中にある個数だけでいいんじゃない？はい、そんなバカな。もしそうだったら意味深にレベル10にオブジェクト置かないはずです。ですが物は試しですね。入力してみますか。まずはパイプ椅子1個、テーブルが4個、他のはもう合わせたから。あー、てなわけでいろいろと調べてるんですが、見てくださいこのアイテム、すごくないですか？わお、さすがアンチ。アイテム不足が一挙に解消されたわね。まあ、死ななかったら。ですけどね。何かあるかな？おう？なんでしょうこれ。カメラをリセットする。ってボタンがあるけれど、カメラなんてあったの？一応ボタンがある部屋にありますが、リセットして何か意味があるんですかね？もうちょい探索してみますか。そういえば、探索してたらハブに繋がるドア見つけたんですよね。あら、そうなの？ハブに出たら脱出かしらね。お、一応レベル4から脱出したことになりましたね。てなわけでハブに戻ってきたわけですが、どこに行けばいいんですかね。っていうかなんだか UI 変わってない？ちょっと間を空けたら変わってましたね。アップで前みたいに時間が見えるようになってます。お、レベル4に戻ることができるのね。戻ったところで何をするんですかね。そういえば、まだカメラの仕掛けを解いてないわね。ふむ、確かにその伏線が残ってましたね。まあもう少し探索ですかねー。特に何もなかったのでハブに戻りましょう。あれー、他のドアは？何もない。助けてくれ、イージー。
お、ファイル増えてますやん。なるほど。これまでに訪れたレベルの情報が更新されるんですね。あれ？どっちもファンダムとちょっとだけ情報が違いますね。まあ、目まぐるしく内容が変わるのもザ・バックルームズの楽しみですね。てなわけでレベル4に来ました。やっぱり怪しいのはここですよね。そうね。カメラをリセットすることでどんなメリットがあるのか、もうちょい詳しく調べてみなさいな。はい。おやおや、おや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 。新しい場所に行けそうな雰囲気の場所に来ましたよ。倉庫の奥側、見逃してたわね。さてさてこの先には何があるのでしょうか。うん、ここは、監視室？あや、2台止まってる。そしてドアは開かない。わかっちゃいました。ほう、聞かせてもらおうかしら。監視カメラをリセットするボタンを押して、一定時間以内にあのドアに行けばいいんじゃないですかね。ああ、なるほどね。てなわけで早速やってみましょう。道は覚えたんであとは一直線に突っ走るだけ。いざレッツゴー。お、開いてる。これで次のレベルに行けるわね。次は、どのレベルなんでしょう。お、すごいサイレント。ここはレベル5ですね。レベル5こと、テラーホテルのサバイバル難易度のクラスは2です。環境は安全ではなく、電気系はごくわずかに存在しています。レベル5は無限のホテルです。多くの部屋とホールがあります。レベル自体は1930年代に建設されたようで、家具は1920年代のものもあります。っていうか壁の写真は誰なんです？昔の偉人さんなのかはわかりませんが、これもギミックなんでしょう。ボタンがあるわね。ひょっとして順番通りに押していくの？順番のヒント欲しいですね。確かにね。どこかにないかしら。ふむ、パッと見た感じボタンは4つみたいですね。これくらいならワンチャン適当でもいけちゃうのでは？写真の人物が誰かわかればヒントになるんだけどね。そういやこれは何なんでしょう。バグスプレイ？って確か害虫スプレイのことですよね。害虫駆除できるの？害虫。ザ・バックルームズで害虫といえば。よせー。さて、新たな敵のイメージができてしまったところでドアを開けるべくギミックを解きましょう。ちなみにこの写真には、使えるわけないでしょう。やめなさい。ごめんなさい。開かないんですけど、もしもし。ひょっとしてボタン間違えたりしてます？うわー、びっくりした。なになになに、どうしたの？ドアの先からニュッと出てきた自分の手にビビっただけです。バカなことしてないでさっさと解きなさい。もうそろそろあたりの順番を引けてもいいと思うんですよ。おん、消耗発射。あ、開いた。待って待って、今までのレベルと比べ物にならないくらい精神消耗激しいんですけど。なるほど。だからレベル4で補充させたのね。すべてに意味があるわけですか。それで、結局順番の謎はどうやって解いたの？脳筋です。嘘でしょ？マジです。さあ美味しいドリンク決めたところで早速先に進みましょう。お、結構広そうね。ですね。アイテム枯渇する前になんとか探索しきりたいところです。うむ？あの扉、妙ですね。なるほど。鍵が3個必要なのね。さて鍵はどこにあるのでしょうかね。廊下の端に怪しいやつ発見。餌？この簡易リフトに餌とやらを置けばいいんですかね。餌？エナジーバーとか？ただでさえ精神汚染ひどいのにあげません。そう？お、悟り様、なんか飛んでます。何あれ？か？もしかしてこの子がデスモスちゃん？と言います。キーンが気持ち悪い。でもダメージないっぽいですよ。確かにそうだけど耳が嫌な感じだからさっさとなんとかしなさい。こんなに可愛いのに。なんとかしろって。確かに害虫スプレーもらいましたけど無益な殺傷は避けるべきだと私は思うんですよ。モスジェリー、とんでもねえアイテムですね。これ人間のじゃなくてリフト下のやつの餌ですね。いや、がっつり人間服用前提なんですけど、こんな文句言いたくねえんであげます。さて、同じフロアの別の通路を探索中です。ガを発見。イエーイ。どう頑張っても見つからねえので先に餌あげましょう。そうね。これが新しい通路出現のキーになっている可能性もあるからね。そい。お、運ばれていきましたよ。はてさてどうなることやら。お、戻ってきた。お、鍵だ。3つのドアのうち1つの鍵をゲットね。もう1個あるんであげちゃいましょう。
これで新しい通路の道が開くといいんですけどね。食べちゃった。おバカー。エナジーバーで何とぞ。何とぞ。お許しを。やかましいわ。もうここに来て30分ですよ。助けてー、デスモスちゃーん。探してたんですよ、君のことを。どれだけ待ちわびたことか。言ってることとやってることがもうめちゃくちゃじゃないの。っていうか、ゼリーに行こうとしてくれました。救済措置ありがたやー。よかったわねー。さあ、早速与えに行くわよ。まずは1個目。ほんでもって2個目。リセット機能最高。ちゃんとゼリーを持っていて、鍵は2個開いている。アイテム仕様が F キーなの慣れませんね。クリックして食べ。さあ行っておいで。手こずらせてくれましたね。まあ 9.9 割あなたのせいなんだけどね。てなわけで次に行く前に少しだけアイテム集めてきました。3つの鍵がかかったドアも開いてますし、アイテムもバッチリ。いざ次の空間へレッツゴー。なんだか陽気な音楽が流れてるわね。安全な場所かレベルがいいな。なくす？皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと。さらにヤバそうなところに来て再絶望しているゆっくりおりんなのだです。てなわけで前回に引き続きレベル5の攻略を進めていきましょう。しれっとかっ飛ばしましたが、今回はこのロッカーに何かしらすればいいみたいですね。さて実況を始める前に、前回の動画に何個か気になるコメントが来ていまして。あらそうなの？まずはこのコメ。コメント読んでるんでもうちょい後に来てもらっていいですか？というわけで話を戻しまして、なんとレベル4のモニタールームってショートカットできる道があるらしいんですよ。ん？ここは、監視、新しい場所に行けそうな雰囲気の。こんなんわかるわけねえですと思ってたんですが、しっかりバールが人数分用意してあってわろたです。じゃあ私たちが選んだルートって、ちょいハードモードな道を選んでしまったみたいです。あとはこちらのコメント。いやだー。というわけでいつもコメントありがとうございます。めちゃくちゃ励みになってますんでよろしければコメントしてってください。さて探索に戻りましょう。エレベーター降りたところにあったロッカーにぶち込むアイテム探しですね。ここ部屋が多くて大変ね。探すの苦労しそうだわ。まあホテルですからね。あと精神消耗の激しさは抱えと変わらないんでスピーディーに行動しましょう。そうね。この部屋にも何もないですね。あのタンスは。隠れられるんですけど。これって追われるの確定ってことよね。ああ、先が。思いやられるよ。まだ何のエンティティが襲ってく、あ。わからさー。あれ？バレてない？ふ、イージーです。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ライトは、ライトは。あなた自分でアイテムゼリーにしてそのまま切り替えてなかったじゃないの。要するに今手元には何もねえと。おやしはねえですよね。いるらしいのでアイテムはしっかりライトにしとかないとですね。あれ？さっきと若干ロッカーの開いてる扉違う？まさか死ぬたびに毎回変わるの？それは少し困るです。どうしました？いや、ちょっと思ったのだけれど、ハウンドちゃんだったらライトで撃退できるからタンスに隠れるギミックいらないんじゃ。確かに。もしかして他にも何かいるんじゃない？とりあえずこのハウンドちゃん撃退しちゃいましょう。嫌な仲間ですよ。いやだれー。は？何が起こったんです？ハウンドちゃんに夢中になりすぎてスキン君に全く気づかなかったわ。二段構えはさすがに凶悪すぎません。探索してたらデスモスちゃんを見つけました。でもあなたがブスプレイ持ってないじゃない。そうなんですよね。
残念ですがゼリーの入手は無理そうです。ワンチャンエレベーター使ったら抱えに戻れてスプレーゲットできたり。今回なんだか理不尽な死が多くないですか。暗い指摘さんほど無音だししょうがないわよ。おお、なんだかよくわからないカード置いてありますよ。インベントリに表示されないってことは重要アイテムで間違いないわね。なるほど、あのカードを開いてるロッカーの個数分集めればいいんですね。やることわかったしさっさと集めちゃいましょう。オーフ。二度と現れるんじゃねーですよ。お、またカードですね。P？ じゃあさっきのカードは O ってことね。そのようです。ゼロかと思ってました。この部屋にも何もない。慎重に出ましょう。学んでるわね。うわー、びっくりした。え、何書いた？草がいました。は？お、カードだ。K？ 今回のキーは文章なのかしら。そうっぽいですね。ただどんな文章なのかはわからないので探索続行です。あらかた探索し尽くしましたね。はい、ハロー。はぁ、だからさぁ、せめて足音とかさぁ、あってもいいんじゃないですかね。L、情緒やば。そらやばくもなりますよ。無音で真後ろまで来られるんですよ。防ぎようがないわよね。常にキョロキョロしとくのもありなんですが酔うんです。ま、死んだら死んだよ。うむ、確かこの角には、お、やっぱり。何してるの？心覚え。さて、先ほどの進行度まで戻ってきました。あ、ハローのところね。そうですそうです。ではこの先探索していきましょう。なんで全力で戻ってんの？ははは、わかりません。何かないかな、あ、君はいらないな。わー、キングだー。ようやくタンスのギミックを試すとしよう。わー、真後ろやん。え、思いっきり見られましたよ。はい？やっぱりあいつ知能は低めなんですかね。こらそんなこと言わないの。あの子も怒るわよ。アドバスに。今の絶対追いつかれたでしょうに。足切れで帰っていきましたけれども、すぐそこいますけれども、左行きましたね。音は聞こえませんね。角待ちとかしてないですよね。あの子左行ったし今のうちに右調べちゃいましょうよ。よし、いない。聞いてた？あ、ピミッケ。お、お、空白？のカードミッケ。お、スキンくんミッケ。ごめんて。いえ。イージーですね。またスキンくん見つけたんですけど、解説頻度やばいですね。早出チャレンジ。あら、これでもバレないのね。そうみたいですね。何もない。は？なんでそれなでこわねん。あの、うん、お花摘みに行ってきます。あ、行ってらっしゃい。すみません。ついでにコーヒー取ってきます。あ、行ってらっしゃい。戻ってきたらタイマーリセットされてるんですが何かありました？一般通貨2回、ハロー1回。はい。エルミッケ、ユミッケ、ビミッケ。おう、やっせ。今の何？美しすぎるサイドスライド。ってことはベッドに引っかかってるんじゃないの？はい。やばい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 。マジで引っかかってる。あっつな。さて別の部屋です。全員よって追われています。よし、帰りましたね。ほんと解説頻度やばいわね。はぁ、うわ、びっくりした。何してるのこの子。さぁ帰っていったわね。帰っていきましたね。なんなん、カードどこ？
ブワーアリングリーザー、ライト、アップヌ。もしかしてこの状態でロッカーにアクションできる？あ、カードセットできたのね、アップ。とりあえずゲットした4枚を入れてみました。 LOUP、 なんとなく予想はつきますね。ただ、にしては空いてるロッカーが多いんですよね。何かしらね。もう少し探索してみましょう。空白のカード見つけ。さて次次。だからか、もうあれはどうしようもないわ。って、セットしたカード引き継がれるんかーい。あ、もっと早く知りたかった。うわ、さすがにちっか。これでもバレないの？あ、てなわけで何枚か集まったので入れに来ました。あと1枚。あ、ごめんなさい、帰ります帰ります帰ります。おう、本当に一般調査隊員さんに化けてるじゃない。これはマルチでやってたらわかりませんね。ソロでよかったわね。泣きそう。というわけで210号室を探しています。あ、あった。なんで210号室？いえ、今更ですが、ロッカーが空いている部屋にカードがあるんですよね。お、見つけました。やったわね。早速セットしに行きましょう。 OK、 ルックアップ、上を見ろですね。あなたアホなの？ロッカーの近くから上見なさいよ。疲れが垣間見える。うむ、数列17564、それとも謎の記号足す564。メモメモ、使えそうなドアをメインロビーで発見。ふむ、桁はを17564みたいね。おお、開いたようですね。やっと先に進める。暗いんですけど。どうやらまだ脱出ではないようです。みなさんこんにちは。ゆっくり悟りと、温度計をゲットしたゆっくりおりんなのだです。てなわけで引き続きレベル5の探索をしていきましょう。いいのだけれど、なぜ温度計なのかしら。高温の場所でも出てくるの？ふむ、現在は華氏72度みたいですね。摂氏だと22度くらい？過ごしやすい気候ですね。ま、よくわかりませんが先に進んでいきましょうかね。いずれ使い方はわかるでしょう。そうね。にしてもここ入り組んでるわね。暗いし何か出てきたらピンチよ。あ、デスモスちゃんじゃないですか。残念ながらバグスプレー持ってねえですのでゼリーにはできませんが。だからその音嫌いなの。さっさと抜けなさい。虫苦手です。うん、かわいい。は？うわわわ、ここ温度高い。華氏120度、摂氏でも50度近いわね。分厚い防護服着てるし、長居すると熱中症になっちゃうわよ。なるほど、この高温地帯を見つけるためのアイテムですか。これで温度計の使い方はわかりましたね。高温の中にずっといたらどうなっちゃうの？死にそうなんで長居はやめときます。トライアンドエラーよ。一般調査隊員さん不憫すぎません。やべえ、過去一で迷ってます。ずっと同じような景色だものね。何か目印みたいなものが欲しいわ。ちょっと待って、ここアップ華氏140度。あ、ドアだ。何あれ、テンパりすぎて何が何だかわからなかったので、もう一回行きましょう。いやよ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 、ぶち殺すわよ。でも何か気になりません。ならないわよ。セカンドシーズン、消え。ひー、気持ち悪い。クソデカデスモスちゃんいるんですけど。え、じゃあここはす？さっきの一般調査隊員さんは苗床に。それ以上深く考察すると物わよ。ごめんなさい。でも中に入らないと何もしてこないみたいですよ。確かに。今はおとなしく止まっているけれど、もうちょい詳しくみたいですね。少しだけ前進します。アホなの？さっき何か言ってませんでした？気のせいよ。あ。あなたね。ふ、ディフィカルトですね。お、ここも熱いゾーンですね。ちょっと長いな。あの、そのゾーンもとっても嫌な予感がするのだけれど。嫌な予感ですか？ちょっと確かめてみましょうよ。言うんじゃなかったわ。さて、高温地帯には何が、え、は？嫌な気がしますね。なんか気になってるんですけど、ね、このドアは。は？鳥肌が、絶望が、
は気をつけなきゃですね。腰じゃないのよ。今回の敵は精神的にきついやつだったわ。一刻も早く出るわよ。やべえ、ここすだ。同じような通路ばっかりで迷子なのです。はぁ、目印が欲しいわ。マジで何もねえ。進んでるのか窓出てるのかもわからねえ。あ、どこ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 。うわあ、びっくりした。ここどこ？私は誰？何もねえですよ。あ、学びなさいよ。あー、また何もない。わざわざその近くで捕まるとは、芸術点高めね。お、来上がりましたね、クソデカデスモスちゃん。お、何か逃げる策でも思いついたの？気合で巻きます。マジで言ってるの？く、マジで。お、あ、やっべ、壁見てなかった。また連れて行かれるわよ。もう餌はいらないらしいです。全然進めないわね。そう、チビモスちゃん、何かヒントは？おう、この調子は使えるのでは。何したの？壁にアッター海岸で回したんですよ。もしかしてこれで追っ払えるのでは。物は試しね。やってみましょう。この先にいらっしゃいますので、早速試してみましょう。ふふ、上に絶中の時ね。まずは食いつかせまして。さっさ、さて結果はいかに。おお、すごいわ。本当に追い払えたわね。まったくもう、赤いバンズのこともちょい早く教えてくださいよ。二度と調子乗らないんで許してはもらえませんか。食事がもらえませんよ。場内でのご飲食並びに喫煙は所定の場所をご利用くださいますようお願いいたします。やかましいわ。ハイハイガスガス、ハイハイさようなら。まったく、二度と現れるんじゃねえですよ。また追ってくるのか。ハイハイもう慣れたもう慣れた。ハイハイガスガスって感じ自分。バンズのワッサン。うわぁ、うわこわ、ジャグジはどこじゃ。もう何時間ここにおるんじゃ。ああ、ここは、ジャグジだ。あ、長かった。デスモスちゃんには当面の食料を尽くしたので、もう出てこないでくださいです。そうね。もう虫はお腹いっぱいよ。は？ちょっと待った。ここってレベル2じゃないですか？あ、え、なんです？覚えてる？レベル2って入り口で分岐していたでしょ？え？確か、ステーションと、ファン？嘘でしょう。嫌ですよ。過去に何があったと思ってるんです。暗い過去が知りたい人はバナーエゴー。逃げられると思ってるの？思ってるに決まってるでしょ。そう。あ、フラッシュライトだ。もらっておきましょう。そうね。今後いるでしょうし、一応メインにセットしときましょう。なんで温度計4個も回収してんのよ。強いて言えば気分ですかね。はぁ、なんだか足が重いです。絶賛逃げついてた。3回目だぞ、この。そして霊によって追われています。わかりました、わかりましたよ。ファン行きますよ。お、来
き返すの思いとどまったわね。えらいえらい。もう後戻りはしません。覚悟決めましたんでね。フラッシュライト。いよいよか。いや待て、一回目に来た時みたいに前から奴が追ってくるかもしれぬ。そしてやっぱりファンには行かなくていいんですよで終わりかもしれぬ。やかましいですよ。後ろから来たよー。全力で走りなさい。おう、音遠ざかってません。明かりも戻ってるわね。ひょっとして巻いた？やっせやっせ、がっつり追ってきてます。あの、これ止まったらダメなやつだったんだ。音が高いのよ。一度通ってください。残念だけれど、気にしかないわね。次は止まらねえですよ。よし来ましたね。さあ勝負です。最初はだいぶ意味はあるみたいね。今度は捕まらないように気をつけなさい。チェイス音消えるの本当はな。確かに。こんなことされたら立ち止まっちゃうわよね。なんだっけ。以前にも似たようなトラップを経験したような。まあ、しばらく進んでいきましょう。ふむ、この辺りから確定で距離が縮まるみたいですね。よっしゃ、追いつかれることなく来れたです。来れちゃったわね。地獄へようこそ。皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、すべてに絶望しているゆっくりおりんなのだです。さて、というわけで来てしまいましたレベル3。ここはですね。レベル記事削除されてるんですよね。なんならここにいるエンティテもですね。記事削除されてるんですよね。え？じゃあどうするのよ。後で前の解説垂れ流します。さて、今いるレベルは、レベル3と呼ばれているレベルです。カラフルなケーキに壁に描かれた可愛い絵など、子供のパーティー会場のような見た目をした空間ですが、中身は目の前にいる、パーティーゴア、と管理者である、パーティーホスト、の主要拠点です。パーティーゴアは大変知能が高く、自分でレベルの入り口をこじ開けたりするため、レベル3には大量の出口があります。また、パーティーゴアがそこら中に配置されており、放浪者を見つけると動揺を歌いながら周りにいる全ての個体が放浪者を惨殺しに来ます。なぜ周りの個体も？その個体が、パーティーホスト、です。レベル3に存在するパーティーゴアをコントロールしているこのレベルのボスですね。こいつのせいでレベル内のパーティーゴアは意識を共有されています。そのため一体に見つかると、数百体に居場所がバレるわけです。さっきの死に方を見るに、公式設定通り一体に見つかると周りの奴が全部襲ってくるのでしょう。パーティーゴアは薄気味悪い顔の絵以外に機能的な特徴はなく、待ち伏せや連携プレイ、餌で釣るアーモンドウォーターを置いていたり、あえて仲間を殺さず放置したりで放浪者を容赦なく狩ります。というのがレベル3と。え、待って何あいつ、パーティーちゃんなの。前はこんな可愛い見た目してたのに。後で来たからって気合い入れすぎでは。ふ、しかしですね。前回は散々いじめられたわけですよ。そうだったわね。つまり攻略法を知っている、もろたでこのゲームです。とりあえずアイテムを回収しまして。なんでバレた。なんでバレた？びっくりしたわ。マジでなんでバレたんです？索敵範囲広くなったとか？何それめっちゃ困るやつ。とりあえず何が起こったのか確認に行きますよ。あの机よね？そうですそうです。慎重に進みなさいね。はぁ？なんで？なんなんです。索敵の条件変わった。あ。なんて？なるほど。こいつに見つかってたんですね。とりあえずつっても使いましょう。これで進めるようになったかしらね。背中向けてます。ふ、イージーですね。これでようやく進めるのね。そうですね。さて、これまでのレベルを見るに、基本的な順路は変わってないはずなのでサクッといっちゃいましょう。初っ端から違ったけれどね。にしても、比較で見るとなお不気味ですね。まがまがしくなっちゃってまあ。そこら中にいるし、慎重に進まないとね。ところどころどうあがいても取れないアイテムあるんですけど。欲張ったらダメよ。ムシムシ。はい。また背中向けてる子がいますよ。アイテム。ふむ。アイテムはたくさん手に入るみたいね。ここも精神消耗激しいのかしら。やばそうですよね。まあゴアちゃんには叶いませんが。これ。
これ以上近づいていいんですかね。お、意外とバレないわね。やっぱり視界に入らないと襲っては来ないんじゃないかしら。っていうか顔もやばいし、すっかりお化けちゃんですね。出たなうようよロビー、ここはしゃがんで壁越しを進めばバレないんですよね。確か次の分岐でバレるのよね。そうですそうです、そこまではしゃがんで進みましょう。なん、バレてるじゃない。なんでなんで、何したんですか悟り様。知らないわよ、じゃかこの先。はぁ、ひどい目にあった。お、新アイテムだ。スーパーアーモンドウォーター？ Oh, liquid pain. あー、ダメ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 。おそらくさ、バックルームズ内でも5本の指に入るむごい死に方しましたよ。いやだってさ、あんな置き方されてたらさ、飲んじゃうじゃないですか。途中で何を口に運ぼうとしたのか察したのなかなか見るわね。赤い液体には要注意ですね。さ、バックルームズの基本じゃない？そうなんですけど、この先来るんで注意ですね。おそらく今目の前にある机に夢中になってる時に背後からドカーンなパターンね。悪魔かな？そういえばこの通路って何があるんですかね。さあ、おう、リキッドペインだ。まあもらって、怖い？は？おお、近い近い。ひえ、何してるの？実験と研究を兼ねて死を覚悟で近づいてみたんです。背後なら限界まで近づけるのね。ペタッと。よっしゃ、ロビー到着。さっきなんでバレたのかしらね。永遠の謎です。壁に近づきすぎると奥の子にバレるんですかね。索敵範囲広くなってるじゃない。厄介ですね。後で前の攻略ルートが使えるといいんですけど。ま、頑張りましょう。っていうか隠密ばっかりだから絵面がすんごく地味なんですけど。しかも大まかなルートの変更なし。これはサクッとクリアいけるわね。ここでバレて、この先の机に隠れるのも変更なし。イージーですね。変更点はアイテムくらいですね。さて先に進みましょう。の前に、通路の先を確認しておきます。わあ、イージーですね。さて、正規ルートに戻ってきました。先に進んでいきます。あれ？ここもう一回終われるんじゃなかった？あ、忘れてたー。はぁ？ひどい目にあった。あ、リキッドペインだ。何してんのよ。敵に投げつけれるのかなと思ったんですよ。で、キーカチャカチャしてたら飲んじゃいました。メインから外しときましょう。ろくなことないです。さて、ロビー2回目のチェイスに挑みます。もうちょいもうちょい。追いつきましたね。さて、あとは通路の机に隠れるだけです。イージーですね。あれー？もうちょい机にひっつくべきでしたね。やらかしました。ま、しょうがないわよ。失敗は成功のもとよ。やっぱり不憫すぎません。何してるの？いや、まあ、ほら、なんでしょう。なんでしょう。嘘でカロビーの二度目の襲撃を突破しました。先に進んでいきましょう。声近くない？へ？あ。忘れてた。まったく、なかなか先に進ませてくれませんね。なん？でね、無我の境地へたどり着きました。そう、よかったじゃない。自信なく執着を離れた無心な心、
ふ、これで焦らず確実にクリアできるでしょう。見ていてください。もう次のレベルは目の前です。人が覚悟決めたタイミングで全く新しいあやめ方マスターするのやめません。いたた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 たー。ついに突破したぞ。え、なにここ。前はもうちょいレースでしたが、今回は謎のパーティールームに来たようですね。とりあえず突破おめでとう。これで先に進めるわね。はぁ。長かった。うん。この風船アクションできますよ。ばぁ、びっくりした。さて先に進みましょう。そうね、ドアが2つあるんですけど、装飾ありかなしか。どっちにするの？ありで行きましょう。おお、先に進めそうな通路あり、よかったよかった。何これかわいい。ミニアニマルが身長測ってるわね。ふ、しばしのセーフゾーンを堪能しましょう。あ、精神がやばい。アイテムは人格がひさっさと食べちゃいなさい。そうですね。さてあと調べられそうなところは、ここには何もない。え？あの、ドアの向こうからめっちゃあの子たちの声が。何開けようとしてるのよ。だって気になるじゃないですか。挨拶大事ですよ。クリアするとすぐ調子に乗る。もしかしてリキッドペインここで使えるんじゃないですか？ちょ、やめときなさい。あなたここまでやっても操作おぼつかないんだから。あ。あ。何かありました？え？何も。ないわ。では元気よく先に進んでいきましょう。この廊下の雰囲気は、次のレベルはみんな大好きレベル37ですかね。お、滑り台だ。色分けされてますよ。どれ滑るの？赤はやばそうですよね。青にしときましょうか。やだー。ふ、ふふ。イージーですね。まさか近づくだけで決定したことになるとは。何してるのよ。皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、絶望を抜けてるんるんなゆっくりおりんなのだです。てなわけで前回はレベル3を抜けまして、レベル37にたどり着きました。ここ、アンチなんですよ。やっぱりやかましいわよ。顔？そうよ。泣きますよ。てなわけで現在いるのは、レベル37、サブリミティ、です。サバイバル難易度のクラスは0、環境は安全で、電気系は存在しません。レベル37は廊下と部屋で構成された巨大複合施設です。全体が青緑色のぬるま湯で満たされており、レベルの壁、天井、床はすべて同じ白いセラミックタイルで構成されています。無意味に設置された何本もの柱、水中に消える階段などちょっと変わった建築様式も魅力の一つですね。ただ、未処理の停滞した水域にはやべえ細菌が潜んでいます。詳しくはバナー号。というわけでレベル37探索中なわけですが、やっぱり雰囲気最高ですね。このレベル本当に大好きです。そうねー。耳を澄ませば聞こえてくるのは水の音とタイルを踏む音だけ。白を基調にしたタイル2本より日が照る内装。再現したクリエイターさん神ね。このゲームではボーペストさん気にしなくていいですし。わからないわよ。アップデート追加されているかも。それは困るなぁ。っていうか、早速迷子なんですけど。あなたアップデ前も散々彷徨ってたじゃない。前回の記憶ほとんどない上に、せっかくの大型アップデなので前回の動画など振り返らずにやってるんですよ。実質初見プレイです。ゲーム下手なのになんでそんな縛りをつけるのかしらね。お、なんか広いところに出ましたね。あら？ここ知ってるわよ。その先の階段の上がデッドゾーンエリアじゃなかった？ああ、この三本柱見覚えが。で、ここが悟り様の言ってたデッドゾーンエリア。なんか、非常口があるんですけど。確かに。なんなんでしょうね。罠？行ってみますか。赤くないし大丈夫でしょう。気をつけなさいよ。何かあったら引き返すのよ。ふ、任せてください。なんなんですこの雰囲気？漆黒のドア。行きます。ハブに繋がるドアでしたね。レベル4に戻ったりバグスプレイの再回収ができそうです。が、今回は必要ないので戻りましょう。おお、新しいエリアです。なんだか今までの場所より閉塞的なところね。ふむ。道は3つみたいですね。まずは左側の通路行ってみましょう。OK よ。あれ？最初の分岐に戻ってきました？確かに似てるけど。ちょっと先暗くない？行ってみますか。なんでそうなるのよ。三本柱のところはデッドゾーン削除されてたんで全エリアで削除されているです。あ、
あ、タウレイワシンダワ。暗いところは気をつけろ、聖騎。胃を気をつけます。次は右側行ってみましょう。ここめっちゃ明るいわね。雰囲気いい感じ。そうですね。はてさて先には何があるのやら。あ、こここそ最初の場所に繋がってる通路だ。なんだ。じゃあ戻りましょうか。その前に窓の外気になりません。あ、何か見えるのかしら？お、真っ白ですね。なんていうか、霧がかかったみたいな。ですね。もやもやしてます。さて残った通路に行ってみましょうか。真ん中の道ね。この先には何があるのかしら。ここも明るいですね。さっきの通路見たく外が見えたり。あ、あれ？この通路って。忘れてた。あとで前にもやらかしてるぜん。超びっくりした。マジで過去最高レベルにびっくりした。そりゃ突然道が消えればね。エンティテによる危険がなくても気を抜いてはいけないってことで。何が起きたのかはわかりませんが二度とあそこに近づくことはないでしょう。そうね。この先めっちゃ暗いですけど。進んでいいんですかね？お、よかったみたいよ。え？何ここ？えらく不気味な場所に来ましたね。下水道みたいね。いい雰囲気だわ。ビビリには厳しい環境なんですけど。やけに主張が激しい通路あるじゃない。確かに。え？何ここ？なんでしょう。わかりませんが死亡ゾーンではないようです。あ、ここは死ぬわ。レッツ進んでみようチャレンジ。アホなの？ここまで来たんですからこの先に何があるか解き明かしてやりましょうよ。死があるのよ。あはは面白いこと言いますね。そんなに心配。え？ちょ、何したの？いや、ただ進んだだけですけど。え？何このホワイトアウト、怖いんだけど。どうやら何歩か進んで止まるとこれが見えるらしいです。ふむ。これは、裏側？そうっぽいですね。ザ・バックルームズらしい。不具合よ。え？進んだらしっかり死にましたけれども。さて、下水道のような通路のもう一本の道を進んでおります。こっちはいたって普通の通路ね。先には何があるのやら。楽しみですねー。全言撤回。楽しくないです。あ、赤い非常口。待って、思い出しましたよ。次の通路って。あの、レベルなのでは？エンティテと鬼ごっこする。赤い病院の廊下の、ランフォーユアライフ。待って、後で前さんがねじめられたんですって。いや待て、あたいは認めません。きっと他に通路があるんです。分岐がどこかに。なかったー。でしょうね。あ、うん、どうしたの？お洗濯してきます。はい。お待たせしました。では行くぞ。やっぱ帰っていいですか？もう諦めなさい。はぁ。というわけで現在私たちがいるのはファンダムではレベル111、Run for Your Life です。Run for Your Life のサバイバル難易度のクラスはエクスクラメーションです。環境はマジで安全ではなく、エンティテは大量にいます。Run for Your Life は長さ約 10km の長い廊下です。赤いライト、警報音、等間隔のエグジット表示が特徴ですね。そして画面にも映っている通り、このレベルでは大量のエンティテとの追いかけっこを強要されます。廊下の終わりまで全力で走り、頑張ってエンティテの大群から逃げてください。もうここはやりたくなかったのに。さあ、リン選手、逃げ切れるのか。あ、なんか落ちてきた。あらまあ。てな感じで理不尽な鬼ごっこになるわけですが、今回は誰が落ちてくるんですかね。見たところスマイラー君とパーティーちゃんみたいね。風船なんて持っちゃってまあ。しかしですよ、悟り様、気づきました？何によ？途中までしか進めていませんが、記憶にうっすらあるトラックの配置と今のトラックが同じだったんですよ。ということは、あとで前とギミックは変わってない？全員サクサク進めています。確かに、これは簡単にクリアできちゃうやつ？やってしくじった。細かいミスは不要ですよ。試行回数1桁目指して頑張りましょう。
どこ来るかだけか。皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、地獄を抜けて一安心なゆっくりおりんなのだです。てなわけで前回はあのランフォーユアライフを抜けまして、ジ・エンドにやってまいりました。ジ・エンドにサバイバル難易度や環境の安全性、エンティティの情報は割り当てられていません。ジ・エンドは、トラップレベルと呼ばれるちょっと変わったレベルです。放浪者にザ・バックルームズから脱出したと誤解させることを意図しています。ジ・エンドの特徴ですが、外見はモダンな図書館、中央メインエリアに、ジ・エンドと書かれた文字が飾られている、めちゃくちゃ静か、となっています。というのがこのレベルの特徴ですね。今回はアプデ前と変わっていないなら、謎のエンティティを避けつつ、一定数のビデオテープを回収するのがミッションです。近い。ふぅ？あのエンティティですが、隠密しているうちはなんともないのですが、ちょっとでも触れたり、近づいた時に立ち上がると一瞬でお星様になります。っていうか、なんかリアルになってない？そうなんですよ。前は黒い影みたいなやつだったのに今回は妙にリアリティがありますね。ただしやることややつの索敵範囲は変わっていないようなので今回こそはサクサクいきますよ。今回こそは、ね、テープ何本くらいあるんでしょう。前回は20本くらいでしたっけ？確かそのくらいだったわね。おそらくそのあたりも変わってないんじゃないかしら。ふ、もろたですね。油断しないの。でも今回は順調に集まってるじゃない。奴がいい感じに向こう側にいるんで向かって左側のテープはほとんど回収できましたね。ラッキーです。このまま行けば。パービリビリリだ。なになに、なんで電気消えたの？わかりませんがめっちゃビビりました。突然来るのは勘弁して。視点ガクガクじゃないの。え、っていうかですよ。私フラッシュライト持ってないんですけど。さすがにこの暗さの中探索を続けるのは厳しいわよ。何かアイテム探さないと。敵の目だけが光ってる。怖すぎる。あれはまさか。お、ついにフラッシュライトをゲットしたようね。助かったー。これで探索は楽になりますよ。っていうかまた明かりつけることはできないのかしら。一通り見て回りましたが、そのようなスイッチはなかったですね。にしても、フラッシュライトが手に入ったとは言っても、見えにくすぎてこれじゃろくに探索できないですねー。何より怖いのは敵の位置がわからないところね。息遣いで大体の位置はわかるけれど、しばらく探索します。うーむ、大体集まったはず。は？やだ、助けてくれー。私は壁です。やっべ結構近いですよ。まあこれだけ距離があれば大丈夫でしょう。油断大敵ですよ。ここはライトを消して椅子になりましょう。私は椅子。椅子だっつってんだろこの。やろう。さて次です次。全く索敵範囲が広すぎるんですよ。もうちょい判定優しくしてもらって。おう、センキロクーダー。暗すぎるんじゃ、フラッシュライトくんしっかりしてくれー。まあまあしょうがないわよ。のんびり探索しましょう。遠いと暗いし近いと明かりが局所的すぎて手元が見えねえです。うん？何これ？火災報知器？押してみよう。あー！うわ何これめっちゃびっくりしたんですけど。この音はいつ来るんじゃないの？距離取りましょう。あの子は？あ、引き寄せられてる。なるほど、壁の火災報知器で一時的にあの子の気を引くことができるのね。心臓止まるかと思いましたけれども。だから長いってでももうちょいで全部集まりそうです。ビデオテープって何個いるの？24ですね。待ってあいつ近いんですけど、キラ。は？やっぱあいつ超近い。あ、立っちゃった。はいはい順調ですよ。いい感じに集まってますよ。ライト消えるたびにビビってるわね。しっかい。はい、私は椅子です。紛れもなく完璧無傷、万全。はい、椅子になりに来ました。聞くなと申します。よろし。お、ビデオだ。あ、違う。やっちゃった。何とぞ。なんかさっきからうまくいってない気がするんですけど。ま、そんな日もあるわ。椅子。はい。ひぃ、何してるの？バレてるの？帰っていきました。なんてなわけで例によって隠密です。地味な絵面ねー。あ、なんでー。もしかしてなんですけど。うん、このテーブル下に隠れられるのでは。あ、これはもろたですよ悟り様。早速逃げられるか試してみましょう。ほれ
こっちにおいでー。これ、敵に道阻まれない？あ。それだかはないですが隠密しています。だいぶ近いけれど大丈夫？あ。あ。もしかして、調査隊員さんに引っかかってる？わー。え、何この状況、なんで死なないの？今回かなり順調なんですけど、ひょっとしたらいけるかもしれねえですよ。ここで油断して死んだら元も子もないから、慎重に、丁寧に進みなさいな。っていうか、結局火災報知器使ってねえですね。ビビるだけビビっただけでした。最後の一個。最後の一個ですよ。来たー。あとはこの状態でセンターの PC に触れれば、とりあえず机の下で巻きまして。ああ、やっぱりその机は追われた時に有効なのね。そうなんですよ。だいぶ攻略が楽になりました。さてそろそろいいかな。慎重にね。あいつは近くにいない。今しかねえです。でも走らないのね。念には念をです。来たー。というわけでエンド攻略です。おそらく次は、あのレベルでしょう。めっちゃ喜んでるわね。さあ行きましょう。果てしない結末、え。あ、久しぶりに来ましたね。この雰囲気、懐かしいわ。というわけで今いるのは、アンエンドレスエンディング、です。サバイバル難易度のクラスはアンデターミンド、環境は不思議な性質を持っており、エンティティは文書化されていないものが存在しています。果てしない結末はコンクリートの壁に囲まれた螺旋階段です。最初はエレベーター付きの縦横10メートルの部屋に現れ、真ん中には螺旋階段が存在します。この螺旋階段は上下に続いており、登っても降りても構いません。が、落下はしない方がいいです。階段の途中から落ちると、人はゆっくりとチリと化します。階段の途中には扉があって、そこを通ると、グリッチとボイドに行くことができます。とまあ説明しましたがこのゲームでは落下を強要されます。なんてこと。階段の最初の方に貼ってありましたが、回数表示が94になっている階から飛び降りれば脱出です。チリと化さない？多分大丈夫です。このレベルはひたすら階段を登る以外にできることはないのでのんびりやっていきましょう。ここ突破したらクリアなのかしらね。さあ、アプデ前と同じならクリアですね。いやー長かったなー。ここまでいろいろありましたねー。何締めようとしてんのよ。まだ終わったわけじゃないわ。ま、そうなんですけど。さてしばらく登りましょう。三半期間の限界が近いんですけど。あー、494だー。ついに来たわね。あとはここから落ちれば、ミッションコンプリートです。では、行きましょう。何ここ？レベル94だ。降り立ったのは、終わりの見えない一本の道だった。思わず周りを見渡す。完全に広がるのは1930年代の民家、丘、そして給水塔だ。静かだ。風の音が心地いい。いつぶりに外に出ただろう。アーモンドウォーターを片手に、調査隊員はしばしばその景色に見る。そして空を見る。青い、青い空。白い雲、少し荒っぽい、まるでアニメのような空。さあ、先に進もう。いつかこの地獄が終わると信じて調査隊員は歩を進める。しかし、ふと立ち止まる。ある疑問が、脳裏をよぎる。そうか。わかった。全リオクで引き返そう。なんでそうなんのよ。え？皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、なぜかわからないけれど引き返しているゆっくりおりんなのだです。てなわけで前回は、終わり、と、結末、を抜けて新しいレベルにやってまいりました。というわけで私たちが今いるのは、レベル94モーション、です。サバイバル難易度のクラスは3、環境は安全ではなく、エンティティは少数存在しています。レベル94は巨大な街、空中に浮かぶ城、草の丘で構成されたレベルです。街にはアーモンドウォーターを積んだミルクバンやサイレンポールがあります。レベル94の街以外の部分は丘になっています。どこまでも続いており、無限に広がっているようです。進んでいると、透明な山の上にある城にたどり着きます。この城では、アニメーションの王、と呼ばれる偽りの王が繰り出すテストを強要されます。クリアするとランダムなレベルに行けるようですね。道は謎の壁に阻まれて先に進めませんでしたとさ。
そりゃそうでしょうね。仕方ないので最初のところまで戻りましょうかね。というわけで戻ってきました。早速家を調べてみましょう。さてさて、家の中には何があるのでしょうかね。お、しっかりと作られてるわね。確かに、ベッドにソファーに。アクションできる？え？寝たの？あ、隠れたっぽいです。何かに追われるの確定じゃない。先が思いやられるです。待って、ロッカーにも隠れられるんですけど。そんなにヤバい奴が出てくるってことなの？ああ、先が思いやられます。あったんすだ。お、アーモンドウォーター手に入ったわね。このレベル精神消耗が尋常じゃないくらい凄まじいので、アーモンドウォーターいくらでも欲しいですね。探索できそうなところは他にもあったから結構な個数が手に入るんじゃない？そうだといいんですけど。え？なになに？やばい。夜が近づいてます。このレベルって夜になるとどうなるの？電気で溢れかえるんですよ。あの家まで。待って待って、暗すぎますって。どこ？玄関はどこ？フラッシュライトは？なぜか持ってないです。なんでよ。あ。あ。ああ。なにこのカラカラ音？いやー。なんか見たことないやつにやられたんですけど。まい、ラノスケルトンみたいな効果音で襲ってきたわね。もしかして操り人形？このレベルで襲われるのはアニメーションではないものですから。なるほど、人形の可能性大ですね。ってことは暗くなるタイミング見計らって家にいないといけないのね。そういうことです。早速試してみましょうか。来た来た、暗くなってきましたね。早速近くの家に行きますよ。はい、気をつけなさいね。あっぷねえあっぷねえ。結構時間ギリギリでした。とりあえず家には来れたけど、人形ちゃんたち来るのかしらね。来るから隠れられるんですよね。いやまあそうなのだけれど。うむ、でも何の反応もないですね。家に入っちゃえば安心。あー、留守でーす。あっぷないですね。突然来るのやめてもろて。あの、思いっきりドアの前で待ってるんだけど、これ、バレてない？確かに、バレてる。まあ日が昇るまでここで籠城しますんで問題はないですよ。ひぃー、許し。は？え？なんで許されたの？なんで許されたの？もしかして、フリーズしてる？ネクストチャレンジ。ひえ？めっちゃ近い。なんなんでしょうこのエンティテ。音に反応するタイプとか？よくわからないけれど、襲われないなら何でもいいわ。突然襲ってくる可能性もあるんですよね。心臓に悪いんですけど。え？帰っていきましたけれども。というわけで小高い丘の上にやってまいりました。おお、ここからなら街を一望できそうね。ふむ。白い車と、奥にうっすら城が見えますね。おそらくあの城が目的地でしょう。もう少し探索しますね。はい。何もねえ。お、夜が近づいてきましたよ。この家で籠城しましょうか。そうですね。てなわけで夜になったんですけれども、あの子たち来ないんですけど。だいぶ長いこと待ってるわよね。どうしたのかしら。それがわからないんですよね。やっぱりどこかに引っかかってるのでしょうか。てなわけで何もないまま夜が明けてしまいました。襲撃の条件がわからないわね。暗闇にいればいいのかしら。なんとも言えないですね。とりあえずこの車調べましょうか。サイレンポールから陽気な音楽鳴ってますね。昼間はこんなに安全なのにね。お、悟り様、この車2台に乗れますよ。まあ乗れたからってこれで移動できるわけじゃないしね。さっさと次行くわよ。おーい、待ってくれー。車動くなんて聞いてないわよ。あー。別に置いていかれても構いませんし、普通に歩いていきますから、なんならもう1台ありますし。何もねえ。お、車の周りにアーモンドウォーター置いてある。運転席には誰もいないわね。自動運転。時代先駆けてますねー。サイレンポール。何してるの？どうか。どうか。はいはい、夜ですよ。あの車の2台に籠城しますか。間に合わなくない？いやいや、そんなこと。待ってー。ここどこー？いやほら、調子乗ってしまって本当にごめんなさいごめんな。あのエンティテめ、勝てる試合にしか来ないタイプですね。ならこっちから門を開けてやりますよ。アホなの？さあ来やがるですよ。無防備ドア全開全力度 M 一般調査隊員さんが相手です。最悪すぎる。私たちの勝利です。
アーモンドボーターゲット。アーモンドボーターゲット。え？何あれ？ここも落ちてるの？怖っ。しっかりもらいますけれども。さて大体探索終わったので車で移動しましょう。まあさっきと同じ左の車で行きますか。そうね。さてどこまで運んでくれるのかしら？わかりませんが、スタミナ皆無の一般調査隊員さんなので走らなくていいのは神ですね。お、動き出した。しばらくドライブです。え、待ってこれやばくないですか？夜来ちゃったの。今降りられないわよ。小屋神に祈るしかねえですよ。いやまさかここでドア開けませんよね。そこまで非道じゃないですよね。これは開いた音やわ。お慈悲を。お慈悲をいただくことは。めっちゃカラカラしてる。なんか許されたんですけど。そしてお城は。いやめっちゃ遠いやんけー。車輪埋まってますね。これは進めなくなってもしゃあなしですね。てなわけで再乗車してもうちょい近くに運んでもらいましょう。アーモンドボーターゲット。さて例によって夜です。もうあの人形ちゃんは怖くないですね。またすぐ調子に乗る。ふ、イージーですね。何もねえ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 。アーモンドボーターゲット。さて夜です。暇です。確かに暇ねえ。何か起こらないかしら。やっぱり待ってても何も起きないですし、こっちから赴いてやりましょう。エンティテは絶滅した説。夜です。今回はこちらからちょっかいをかけてやりましょう。というと、相手ドアを開けておいて、奴らが来たら速攻で閉めて隠れます。ちょっとでも家から離れると漆黒の闇に飲まれるので玄関のすぐ外で待機です。は？そうなんじゃない？しっかり油断させて襲ってくるとは。計算され尽くした襲撃ですね。てなわけで夜が来ました。今回はしっかりと籠城したいと思います。浮遊場もすぐそこですし。そうね。気をつけて行動しないと。戻ってくるの時間かかるから。ちょい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 。今飲むのはまずいって。ドアドアドア。はー。ふ、イージーですね。あ、留守です。しっかりぶち破られたわね。まあここにいる限り安全でしょう。お、帰りましたね。よし出ましょう。引っかかってるんですけど。なあミスキン君と同じタイプですよ。大丈夫大丈夫。あれ？え、何が起きたの？フリーズしたというわけでようやく城の下まで来れましたけれども。待って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 、それはやばいって。どこ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 、ロープどこ。しっかりカーソル見なさい。ふ、イージーですね。どこが？さて、本来なら浮遊場を探索するところですが、ちょっと戻ってきました。おお、本当にあった。何これ？実は前回の動画のコメントにこんなものがありまして、確認しに戻ってきました。何をしなければいけないのかしっかり書いてあったのね。こんなところにちょこんとあるんじゃわからないよ。さ、元の浮遊場まで戻るわよ。はい。お、精神消耗演出きた。アーモンドウォーター、アーモンドウォーター。ひどい目にあった。今日の物資が。とりあえずアーモンドウォーター飲んで昼の移動に備えましょうか。よしよし回復できましたね。はい。なんで再装の方が時間かかってるんですかね。しかも時間バグってるし、なんなら敵もバグってるし。お人形さん何してるの？この家の外、柵があるんですがそこに引っかかってるっぽいです。まあ朝までここにいれば勝手に消えるので問題はないんですが。暇だなぁ。朝はまだですかねー。そうねー。随分とまあ手こずりましたが先進みましょう。そういえば前回は夜にここに来たから何が起きてるのかわからなかったけど、まさかこんな登り方だったなんて。その腕力スタミナに回してもろて。てなわけで浮遊場の中にやってまいりました。サイレントタッカー。さてまずは何をするのかしらね。うーん。
ちょっとさまよってみましょう。いかにも怪しいこの扉は。あら、進めないみたいですね。ってことはこの空間で何かしらのギミックを解かなきゃいけないわけね。そうなんですが、ボタンもなければレバーもヒントもねえ。ふ、感じるのよ。ギミックの気配を。そうよ。童心に帰って LINE で遊んでみましょう。たどれば何かしらのギミックに出会えると信じてます。本当にギミックが見つからないわね。お、このブロック。動きますね。表面に記号が書いてあるけれど。もしかしてこれって。確か床の模様にも書いてありましたよね。このラインです。お、書いてあった。ということは。さて、あの丸の模様の上に丸のブロックを置けば開くはず。これで違ったらなくしかないわ。お、扉が。あ、あっててよかったわね。なるほど。床の模様と対応するブロックを、床の模様の上に置けば開くわけですか。ちょっと待って、何かいるんですけど。何あれ？ピエロ？片手上げて待ち構えてますけれども。うわぁ。私ピエロ苦手なのよね。え？あらしめ出されちゃったー。もう逃げ場はねえわけですか。いいでしょう。ピエロだろうとなんだろうとかかってくるですよ。アミューズメントパークらしいです。ねえ、あのピエロ動かなくない？ひょっとしたら置物なんじゃない？私は警戒しますよ。置物やんけ。ふ、イージーですね。こんな置物にビビっていたとは、我ながら不覚です。まあたすぐ調子に乗って。まあとりあえず探索を。待って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 、ピエロちゃんどこ行った？嘘？消えちゃったの？ライトも消えちゃいました。あははどうしましょう。あははじゃないのよ、ライトは。持ってないです。終焉の香りが。まだわかりません。私たちを怖がらせるための演出ならこれまでもたくさん見てきたでしょう。圧倒的に殺しに来る演出の方が多かったのだけれど。うわびっくりした。なんです、あれは。売店、アイテム光ってますけれども、なんなんでしょうか。いやーは？なるほどね。あの子、見えない時に一気に来るのね。超怖いやつじゃないですか。てなわけでピエロちゃんから逃げますか。逃げるって言ってもどのくらい逃げればいいのかしらね。お、ちょっと待って、フラッシュライトあるじゃないですか。これで攻略がだいぶ楽になりますね。いや、フラッシュライトさん。もうちょい光量なんとかしましょ。一寸先は闇ね。ああ、先が思いやられる。さて、そんなことより、メモに記載されていた通り背後に気をつけつつピエロちゃんをまかないとですね。そうね。何か接近合図とかあるのかしら。ないみたいですね。てなわけでリトライです。ヘッドコースターの入り口周辺におります。お、何かしらあれ？数値が見えたわね。カウントアップしてる。ひょっとしてこれが一定時間たまりまで逃げればいいのか。あの話してるんで自重してもらっていいですか？左確認、右確認、異常なし、センター確認。左通路確認、右確認。左からピエロ確認。なんでやねんこの。待ってください悟り様。とんでもない作戦を思いつきました。何よ？ピエロちゃんから一定時間逃げればいい。そして奴はライトを当てれば消える。つまり、入り口の狭い通路で待っとけいいんですよ。なん？しくじりました。後ろがガラ空きでした。てなわけで今回は後ろの壁にも密着します。はい、完璧。もう捕まるわけがないですね。はぁ？ま、これでクリアできるならいいか。いやあの、しっかり対策されてるなんて思わないじゃないですか。ピエロくんもしっかり考えてるのよ。もうちょいなんだもうちょいなんだもうちょいなんだ、許して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 、やだー。はい、私は椅子です。椅子です、椅子です。紛れもない椅子です。完全完璧、完全充電、完全無欠無傷、バレるはずがない。あ、こんにちは。びっくりしたわね。あ、リキッドペインだ。あ、違う。悟り様、待機作戦セカンドシーズン行きましょう。あなたも懲りないわね。今度はどうするのよ。ここ、ジェットコースターの乗り場の奥なんですが、飛行が壁で正面からしかピエロが来れないんです。ふむ？さっきは後ろから来ていたけれど。後ろは柵なんですよ。これはもろたですね。そう。じゃあ少し待機しましょうか。ほら来ない。ちょっとタイマー見てきますね。
ジェットコースターにたどり着けばクリアだ。さっきはよくもまあやってくれましたね。今回こそクリアです。あとは乗るだけなの？さっさと乗っちゃいなさいな。一泡吹かせてやったので余韻に。ちょっと気になったんですけど。何よ？リキッドペイン飲んでる時にピエロに当たったらどっちの処理が優先されると思います？何その無語すぎる問い。死にすぎて頭おかしくなったので早速チャレンジしていきましょう。来た来た。ではいただきます。結論、リキッドペインの勝利。かわいそうすぎる。そろそろね。そろそろクリアしたいよね。そうね。クリアしたいわね。さあ鬼ごっこ開始です。来た来た来た。あとはジェットコースターにたどり着ければ。待って、入り口どこ？落ち着きなさい、その先よ。あ、ここか。よしクリアだ。あとはこのジェットコースターに触れれば。はは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 は。イージーですね。あの、調査隊員さん、コクン掴んでますけど、放り出されますよ。お、ここは、どこです？皆さんこんにちは、ゆっくり悟りと。いよいよラストでやる気全開のゆっくりおりんなのだです。というわけで、前回は、レベル94を抜けまして、今回は、レベル6を攻略していきますよ。暗いけれど、レベル6って光源の使用不可じゃなかった？そうなのです。レベル6こと、消灯のサバイバル難易度のクラスは4です。環境は安全ではなく、エンティティは未確認のものが存在しています。レベル6は、金属製の壁、レンガの床、および複雑な配管システムで構成された、不確定なサイズの広大な複合施設です。このレベル最大の特徴は、完全な暗闇、ですね。光源が機能しなくなります。ライター、ろうそく、懐中電灯、あらゆる光源がこのレベルでは意味をなしません。っていうか山のように回収したリキッドペインがインベントリ圧迫してるんですけど、こんなもん持っててもいいことないんで捨てちゃいましょう。そうね。リキッドペインって今のところマイナスアイテムでしかないし、ジュースやアーモンドウォーター優先ですね。よしよし捨てることできたんでアイテムの回収を再開しましょう。はーい。Oh, liquid pain tower. え、何これすごくないですか？リキッドペインだったんですけど。はいはいわかったから先に進むわよ。いえ待ってください。最後の一個も乗せちゃいましょう。無理ですね、先に進みましょう。にしても不気味な場所ですね。何も出てこないのが逆に恐怖を煽ります。っていうかここはまだレベル6じゃないんじゃない？これまでのレベルの再現度を見るに、ライトが使えてるのおかしいような気がするのよ。え、じゃあもしかしてこの先もっと暗いところに出くわすかもしれないってことですか？わからないけれど、用心した方が良さそうね。ふむ。あと気になるのはエンティティですね。ここには何もいないといいんですけど。今のところ気配はないわね。でも油断しちゃダメよ。もう過去に何回調子こいて死んだかわかりませんから、油断せず進んでいきますね。先には進んでるんですけど、エンティティもいなければ次に進めるギミックもないですね。同じような暗いコンクリートの空間が広がるのに。不安感を煽るわね。待って、何何か、いるように感じたわ。怖いこと言わんでもろて。ああ、びっくりした。でもこれで確定ね。何がです？この空間には、エンティティがいるのよ。ああ、地獄が待ってそう。というわけでさらに深淵に進んできました。あれから何かあった？いえ、何にもないです。エンティティにも会ってないですね。うん？何か音がする。あ、何かしらあれ。この電気の音だったんですね。とりあえず周辺のアイテム回収しましょう。そしてこの機械は、ライダースキャナー？お、何かしらこれ。傷の代わり？この状態じゃライト持てないのでおそらくそうなんでしょうけど。漆黒の中進めってことですか。あ、でも目的地を点で表示してくれてるじゃない。あれ消えた？でかい今どこにいるんです。あ、間違えてジュース飲んじゃった。
か。とりあえずライトを装備しときましょう。空いてる枠には適当に回復アイテムを。回復アイテムを。待って、マジで何も見えねえ。フラッシュライトは反応しないんです。下は何なのよ。一寸先は闇ってくらい光量低いんですけど。てか先に進むとフラッシュライトの明かり消えるんですけど。ってことはこの先がレベル6なのね。そのようです。ここから先役に立つのはあのよくわからん機械だけってことですね。さて機械を使ってみましょう。おお、目的地表示されてますね。この赤い点を目指せばいいのね。さあ行くわよ。なんか赤い点動いてたような気がするけど、よし。私たちも動いてるし、その影響じゃないかしら。まあそうですね。暗すぎて何も見えない上にしっかり壁もあるんですけど。これ、他に使い方があるんじゃないですか？あなた機械の説明読んだ？いえまだです。なんで？来た来た、赤い点近づいてきましたよ。おうふ、精神消耗きましたね。アーモンドウォーター飲んどきましょう。Oh, shortcut key? Oh my goodness. あら？私アーモンドウォーターにしてました？してないわよ。あれ以外なら何でもよかったのに、なんでよりによってリキッドペインを3番目にセットしてるんですか？うむ、何かありますね。なるほど。ここからが真のレベル6ってわけですか。やってやりましょう。あ、そういえば機械の説明見てなかったですね。なになに？火は暗い点で光るか。よし、何を言っとるんだ？とりあえず赤い点に向かいつつ漆黒の探索を行いましょう。あの、クリックとかしたら何かアクションあったりしない？クリックですか？パー、びっくりした。何これ？もしかしてこの光の点で自分で地図を作れるのかしら？そうかもしれないですね。他の場所でも試してみましょうか。おお、すっごい綺麗ですね。なるほど、これで道を照らしつつ進んでいくんですね。待って、何の音？はい、パー、えっこっぱ。待って待って、何あいつ、めっちゃ不気味な演技で出てきたんですけど。レッチちゃん、何にせよびっくりしたわ。なんか息遣いがどうこう言ってますね。身に済ませておきましょう。赤い点には近づいてる。順調に。もうちょい探索しましょうか。悟り様、赤い点近づいてきましたよ。さて、目的地はどんなところなのかしら。この点敵やんけー。まさか敵の位置を知らせるものだったとは。ただそれが分かっちゃえばもう怖いものないんじゃない？しゃがんでればバレないみたいだし。まあそうですね。のんびり進んでいきましょうか。お、近い近い。警戒しないとですね。なんでこっち見た？何進んでるのよ。わぁ。ここはどこだ？道がわからん。同じような通路だしね。うん。ちゃんとしゃがんで壁に寄ってるんですから、見つけるのやめてもらっていいですか？それは無視ですわ。てなわけで奴がいるので隠密しております。しゃがんでればバレないバレない。なんならついていってもバレますわ。はぁ、なんだか悪い夢を見ていたようです。そうみたいね。今度こそクリア行きますよ。やばいやばい、いろいろ限界なんですけど、次精神消耗したら終わるんですけど、もう9分もこの空間うろうろしてるんですよ。そろそろ出口を。とりあえず最後のアーモンドウォーターを補充して。わー、出口だ。あれ出口ですよね。正真正銘本物の出口ですよね。そうみたいね。よく頑張ったわ。あ、本当に長かった。ではレベル6を脱出しましょうか。ここは、普通の民家っぽいけれど。おお、レベル6脱出したみたいですね。よかったー。さて、それで、ここはどこ？民家、脱出できたのかしら。上と下に階段が続いてますね。どっちに行きましょうか。ちらっと下の様子見てみましょう。この空間のヒントが欲しいです。水？レベル6から来れる水のレベル。候補は一つでしょう。レベル7、タラソフォビア。脱出したかと思ったらまさかの次のレベルだったやつ。あ、このドアはハブに続いてるドアですね。一応開けておきましょうか。何かあったら戻ってこられるわ。いや、戻ってくるようなことはないんですけどね。あら。
これでレベル7を脱出したことにはなるのね。そうみたいですね。ただ、今はハブに特に用はないので戻りましょう。よし、戻ってきました。じゃあ次は下界の探索ね。そうですね。さて何が待ち受けているのやら。とりあえず水に入ってもいいんですよね。そうみたいね。ふむ、普通の民家が浸水してるって感じの空間ですね。外に通じてる場所があるわよ。本当だ。行ってみましょうかね。おや？ボートに乗った？これで先に進むのね。特にできることはないので放置ですね。終わったー。あそこで終わり。続編作る気満々の終わり方じゃないですか。とりあえずエンドロール見ましょうか。長かったですね。新レベルの追加、アイテムの追加、エンティテの追加、新要素てんこ盛りでしたね。そして絶対に続編を出すという熱い意志を感じる終わり方。またアップデートが来たらやるのかしら？いや、それは、考えときます。そこは、はい、でしょう。はい、よろしい。というわけでこれまでご視聴ありがとうございました。このゲームのダウンロードリンクは概要欄にありますので、気になった方はぜひ買ってみてください。 Steam で買えますよ。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。悟り様、ちょっとこれ見てください。何よこれ。実績なんですが、すごいことに気づいたんです。レベル3をシングルプレイで出口を見つけたのは全体の 3.2%、 レベル4をシングルプレイで出口を見つけたのは全体の 2.7%、 レベル94に至っては全体の 1.5%。このゲーム、みんなマルチでやってるみたいです。友達いないのも大変ねー。泣きますよ。そしてですね。泣くぞ。